山本聖里氏は、地方競馬の岩手県競馬組合、森岡競馬場、小西重正旧社所属の騎手である。勝負服の柄は銅紫、木一本輪、袖木、紫縦島。岩手県出身、血液が旅型、地方競馬共用センター騎手家庭第77期生。同じ岩手県競馬組合に所属する騎手、山本聡氏かな。 船橋競馬場所属の騎手、山本里式は辞呈。2003年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月19日、第2回水卓競馬1日目第3競争 C に、条件戦ワンダーアキュートで、初騎乗。同年6月2日、第2回森岡競馬3日目第1競争 C に、条件戦を、ラトゥールで優勝し、25戦目で、 初勝利。2004年6月28日第4回水卓競馬6日目、第10競争第28回シルバーステッキ賞を、優勢キャロルで優勝し、特別初制覇。2006年2月4日から2月26日まで、佐賀競馬場に、冬季遠征起場を行った。同年2月19日、第2競争で優勝し、遠征初勝利。 2008年1月16日から3月5日まで、荒尾競馬場に、冬季遠征起場を行った。同年12月15日第11回水卓競馬3日目、第1競争2歳、c 2一組条件戦を、ベルコットムーンで優勝し、1822戦目で、地方競馬通算100勝達成。2009年4月19日、 第2回水卓競馬2日目第11競争第9回、アクリクロ賞をマヨのエンゼルで優勝し、重賞初制覇。2014年1月19日付で、大和聖地長教師の引退に伴い、桜田裕樹級者に所属変更した。2017年10月28日の森岡競馬第11競争で、スティルプリンス号に起場し、地方競馬9078戦目にして、 通算戦勝達成。2019年3月1日、小西重正旧社に所属変更。第77期騎士候補生終了式地方、競馬情報サイト、山本里式機手、兄との絆が生んだ人生一度の快挙。スポーツ日本。 http://www.sponichi.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュギャンブルスラッシュニューススラッシュ2012スラッシュ05スラッシュ04スラッシュ kiji スラッシュ k2012050400317550.html 2013年1月11日閲覧 平成14年度第4回平地競争調教師、騎手免許試験新規合格者発表地方、競馬情報サイト、山本聖里市騎手初勝利岩手競馬ニュース、山本聖里市騎手前期情勢責任差が2006、ビクトワールファンタジー岩手の競争馬騎手が、荒尾に、冬季参戦ダッシュ NETKEIBA.com 岩手競馬から荒尾にやってきた。 山本聖里市騎手の牧から地ケ風呂荒尾と岩手が手を組めば競馬サロン競馬チャロン山本聖里市騎手地方競馬通算100勝達成岩手競馬アクリクロショー、マヨのエンゼルが4連勝で一貫目セイスダッシュ NETKEIBA.com ハットマヨのエンゼル号に騎乗してアクリクロショーへ臨む山本聖里市騎手に聞く週刊手塩情報局 特集岩手競馬所属長教師の引退及び、騎手のところ属変更についてニューストピックス。岩手競馬、山本聖里敷市騎地方通算戦勝達成。岩手競馬。2021年6月10日閲覧。騎手の所属変更について岩手競馬。ありがとうございます。